珠洲市の市役所付近です。この辺りは木造の住宅も多いんですが、今、消火栓を使うことができません。珠洲市では市内に608カ所の消火栓がありますが、断水の影響などで9割が使えない状況が続いています。珠洲市では地震後に住宅密集地から出火したため、消防が近くの防火水槽や 用水路の水を使って消火活動をしましたが、沈下にはおよそ14時間かかり、住宅など7棟が焼けました。その後、市内では1件の火災がありましたが、沈下後の通報だったため、消火活動は行われていません。心,心配ですよね。気が気じゃないですね。気をつけるなしかないですかね。電気とかねショートしないように。 現在は金沢市の消防からタンク付きの車両2台が応援に入っています。鈴消防署は火の取り扱いに今まで以上に注意するとともに空気が乾燥する季節なので、野焼きなどはやめてほしいと呼びかけています。